Power!
じゃあですね、次はちょっと静かなナンバーなんですが、ギターの方聞こえますかね。
しい。目を閉じて
取るものを取り合い
できるならばずっとそばにいる。
世界へ発信しようっていう祭りなんですけど、こういうことに対してどういうふうに思われます？ミュージシャンの立場として。なんかすごい楽しいですよね、本当ね。どうなんですか、一曲だけのね審査なんでね、なかなかそのこれっていう一曲を選ぶのが大変だと思うんですけど、どんな方がいっぱい出てくるのか、本当に楽しみですね。今日はプレ音楽祭ということで、近藤さんはちょっと申し込んでいただいてなかったんですけど、音楽祭の本選の方が、10月3日に、ございます。京都市役所前であるということで、また来年は近藤さんもちょっとお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございます。ラーメンズの近藤さんです。